皆さんこんにちは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の4月の10日日曜日ですね。時間がちょっと遅れまして午後2時27分ということです。今日は毎週日曜日週刊レポートで、この1週間のメインテーマを中心に、まあ、おさらいをするということですね。そして、ここのコメント欄にアップしましたように1から7番目ということで、7つ目がですが世界支配階で終わっちゃってますけど支配階級ですね、ということです。そして最初今日のプログラムの最初はコメント欄に、その下にアップしましたように先ほどですねワイワイニュースネット世論調査の第5回目、を開始しましたということで ぜひ皆さんに参加していただきたいということですね。でテーマはアベノミクスはデフレ不況対策なのか、あるいは国民資産横領クーデターだったのかというテーマです。それでここの URL を、Twitter のURL を貼り付けましたんでここをクリックしていただいて1か2ということで、ぜひたくさんの方にですね回答していただきたいということですね。アイブニエさんですね。コンティニーコインですね、ありがとうございます。コンティニーコイン2枚ですね。アイブニエさんはフランス在住ですから今が朝ですよね。朝の8時頃ですか。8時29分ですね。でアイブニエさんから昨日ですかねコメント欄にアップしましていただいたように、ライオットコップスコンフロントフレンチレイバーリフォームプロテスターズウィズティアガスということで催涙弾で、デモ隊を鎮圧しているということですね。で今日労働改正法に改正に反対するデモに対して警察が催涙ガスを噴射と。日本もフランスも警察は権力のために働くというまさにそうですね。オランダ国民投票 EU とウクライナの政治的経済的協力強化に向けた連合協定に圧倒的多数が反対と。フランスでも、国民投票を希望する声があるということで、そうですね、フランスも日本も国民投票っていうのはほとんどないですよね。まあ、スイスが一番進んでますけどオランダも国民投票制度が発達しているということですよね。砂ずきんさん朝7あそうか今日な夏時間ですか朝7時半ですね。失礼しました。ということですから砂ずきんさん今日の週刊レポートのメインテーマですね、ありがとうございます。 Q が入ってましたねそれとコンティニューコインですね2枚ということで、ぜひネット世論調査参加していただきたいということですね。そして今日のメインテーマで1週間のまとめということで先週の日曜日ですか、8月の3日山崎さん本日もよろしくお願いします。コンティニューコインアルチュール・ランボーさんですね。よろしくお願いします。先週の日曜日の英日語放送のメインテーマはですね今全世界に急速に拡大している貧困や大格差社会テロや戦争世界金融恐慌や第三次世界大戦核戦争勃発を我々が阻止するためには世界支配階級の本体であるユダヤ人の正体を知ることが不可欠だとこういうのがメインテーマでしたね。要するにユダヤ人とは一体何かと、あるいはイスラエルという国は一体何なのかということを我々は知る必要があると。彼らが必ず背後にいるんだという前提なんですね。世界支配階級の本体なんですね。で、我々日本人というのはユダヤ人の正体をよく知らないんだと。で、他の国の人もユダヤ人の正体をよく知らないと。何が何だかよくわからないということですね。でユダヤ人というのは人種や民族ではないんですよね。ユダヤ人とはユダヤ教を信じる人間のことを言うこと。そしてユダヤ人の人口というのは全世界で1358万人いると。
そのうちイスラエルに570万人と。でもイスラエルは 100% ユダヤ人じゃなくて、ユダヤ人以外に、アラブ人100万人ぐらいですよね。それからキリスト教徒、あるいは無宗教の人等々がいるんですね。ですからイスラエル国内のユダヤ人の割合は 74.81% なんですね。570万人で、2位がアメリカですね。アメリカが527万5000人でも、全、アメリカの人口3億人の中の 1.71% しかないと。それから次にフランスなんですね。フランスが48万4000人。これは全人口の 0.75%、75% ですね。から4番目がカナダ、37万5000人。全人口の 1.10%。で、5番目がイギリス、29.2 万人、0.47%。で、5番目がロシア、20万5000人、0.14%。そして、ユダヤ人は歴史的に見て、2種類のユダヤ人が存在することは、ほとんど誰も知らないと、隠されてきたって言うんですね。で、本物のユダヤ人と、それからフェイク、偽りの、偽物のユダヤ人と。で、本物のユダヤ人というのは、パレスチナに現在もずっと居住している古来のユダヤ人、スファラディというんですね。これはアブラハムとかイサクとかヤコブの血脈で、偽物、偽りのユダヤ人というのはアシュケナージュ、これはカザール民族がユダヤ教に改宗したとこういうんですね。で、全世界支配階級の中心勢力であるユダヤ国際金融マフィアの司令塔、オース州ロスチャイド家というのは、このアシュケナージなんですね。偽りのユダヤ人の血脈であると。カザル民族の血脈であると。こういうことなんですね。これほとんど知らないんですよね。で、同じユダヤ教徒でも、いわゆる、正統派ユダヤ人、ユダヤ教徒っていうのがいて、イスラエルの中にいるんですけど、彼らは、いわゆるアシュケナージュのカザール民族がユダヤ教に改宗した偽物のユダヤ教は本物じゃないということで、ずっと抵抗してるんですよね。ですから、シオニズムを否定するということなんですね。で、イスラエルはユダヤ人国家だが、支配してるのは本物のユダヤ人ではなくて、偽物のユダヤ人、アシュケナージュであると。で、米国はイスラエルに操られている国家であるということですね。それで関連記事として、イギリス労働党の中のメンバーが、あれのブラッセルの無差別テロの背後には、イスラエルの諜報機関モサドがいるということを公然と主張し始めたと。それに対して、コービンの労働党党首がユダヤ人差別は許さないということで、この人の党員活動を停止するとかですね、圧力をかけているという記事ですね。労働党員のボブ・キャンベルという人が反ユダヤ反イスラエルの発言をしたとして、労働党員の党員資格を停止されたと報道したと、A サンデータイムズがですね。でも本人はそんなことはないと、されてないというふうに主張してるんですね。で、コービン、彼は圧倒的 60% 以上の支持で、電撃的な党首就任になったんですけど、彼は私が党首になってから反ユダヤ、イスラム恐怖症を糾弾していると。我々の社会において絶対に人種差別があってはならないと。要するにユダヤ人の人種差別だというふうに彼は捉えてですね。おそらく彼は知ってるんですよね。ユダヤ人は2種類あって、現在の金融支配、世界支配をしてるのが
偽物のアシュケナージの方だということは十分知ってるんですけど、それを言ったら全部ひっくり返っちゃうということで、いわゆる従来のユダヤ人差別、反ユダヤ主義は認めないということで、労働党内で、例のブラッセルの同時テロ、無差別テロの背後にはイスラエル諜報機関モサドがいるという当然の主張に対して圧力をかけているということですね。それからもう一人、2014年に労働党の元議員候補のビッキー・カービーさんという人がツイッターで、ヒトラーはシオニストの神だった可能性があると、ユダヤ人が鼻が大きいと発言し、二度も党員資格を停止されたという、面白いですね。で、今年の2月中旬にはオックスフォード大学の労働党クラブのアレックス・チャルマー副会長は、労働党のクラブがイスラエルに対するアパルトヘイトを支持すると決定したため労働党を離党したということですよね。これが、日曜日ですね、先週の日曜日の英語日本語放送のテーマでしたね。から月曜日の日本語放送は、あなたは知ってますかというタイトルで、まあ、いろんなことを知ってますかと。で、歴代自民党政権が財政を赤字にするのは銀行を儲けさせるためであり、膨大な国の借金を金融恐慌と戦争でチャラにすることをあなたは知ってますかと。あるいは歴代自民党政権が財政赤字の埋め合わせのために毎年30兆40兆の赤字国債発行して、建設国債などの他の国債とともに利子付きで銀行に全額引き受けさせて借金を重ねてきた結果、この3月末時点の国の借金が1085兆円まで積み上がったことをあなたは知ってますかと。あるいは歴代自民党政権が作った GDP500 兆円の 2.17 倍もの巨額な借金を利子付きで銀行に返済するため毎年税収の 26.9%、 23.4 兆円、そのうち9兆円が利子もの税金を国債費の名目で銀行に支払っていることを知ってますか。知らないでしょうね。ほとんど人は知らないですよね。あなた知ってますか。日本には政府の赤字国債の恒常化を禁止する財政法があるにもかかわらず、歴代自民党政権は1995年から赤字国債発行を恒常化させ、今では毎年30兆40兆の赤字国債を発行し続け、財政法に違反し続けていることを知ってますかと。ほとんどの国民は知らないと。財政法違反なんです、これ。放送の中で言いましたように、赤字国債というのは、一番最初の赤字国債というのは1964年の東京オリンピックの時の翌年ですね、1965年に、2、3000億ですよ。ビビたるもんなんですね。それも恐る恐る、財政法に違反してるんで、これは特例であると。特別のお願いですという、当時の自民党政権の政治家たちは、まともな感覚を持ってたんですよね。今とは全く雲泥の差ですよね。あれのグラフだ。そういうことをあなたは知ってます。国民は知らないということは、要するに大手マスコミが一切報道しないからです。分かりやすいグラフ、これだ、赤字国債発行額の年推移グラフと、これですね。これでですね、本当これ笑っちゃうんですけど、一番左側に1965年度っていうのが書いてあるんですけど、ほんの少しですよね、発行額が発行したんですよ、これ。可愛いもんですよ。
せいぜい1000億。これ5兆円ですからね。1兆円にもならないですよね。おそらく2、3000億円。これが最初だったんですね。で、ずっとなかったんです。それで1975年に、これはおそらく2兆円ぐらいですね。2兆円か2兆5000億の赤字国債を発行したと。で、その時の大蔵大臣が 大平正芳さんという、後に、総理になった方ですけど、彼が国会で答弁して、いわゆる財政法ではこれは恒常化してはいけないということなんで、例外的に、赤字国債を発行させていただく、国民の前に、国民の皆さんに、この苦しい財政事情を理解していただいて、あくまでも例外的な処置ですよということですということで、国会で答弁して、それから、まあ、ずっと続いて、最高は7兆円、8兆円ぐらいになったんですけど、1990年にゼロになったんですね。90年から91年から94年まで3年間ゼロだったんですよ。これ、ここ。そして、95年に4兆円ぐらい。おそらく橋本内閣でしょうね。それからドーンドーンと伸びて、この伸びたところがおそらく大口。それで2000年になると、これはもうあれですよ、小泉です。でそこからずっともう高が外れちゃったということで、現在は30兆から40兆。40兆近いですよね。が、恒常化してるということ。このことを知ってますか？で、EU、安倍晋三は偉そうにですね、ドイツのメルケル首相に、財政出動をもっとすれば景気は良くなりますよと。私のアベノミクスの成功例を持ってですね、彼女を説得したいんですけど、いかがでしょうかっていう、この前、5月の伊勢志摩のサミットに向けた、いわゆる、経済戦略を確定するために、まあ、著名なノーベル経済学者のニューヨーク市立大学の教授クルーマンなんかを呼んでですね、偉そうに聞いたらしいんですよ。どうすれば説得できますかと。あなたさん、ドイツ人は戦争責任について反省したのに対して、何を日本人は正当化するのかと。だから右翼は調子に乗り、ヘイトスピーチで差別発言を繰り返すと。ということなんですよ。結局昭和天皇をあれほどの戦争犯罪を犯した張本人を免罪免責して、しかも名前を変えた天皇制、戦後の天皇制のトップに再度すげ替えというか、トップに再復活させたことが全ての元凶です。だから戦争犯罪の最高トップが免罪免責されれば、いわゆる軍人、あるいは特攻官僚、警察、あるいは大手マスコミ、あるいは天皇教のカルト宗教を吹き込んだ、国民洗脳の最先頭を吹き込んだ国家神道、神社本庁なんかのああいう宗教指導者、財界人、言論人、暴力団等々、児玉義雄とか笹川隆一とか政治家から、要するにほとんどですよね、ほとんどあのアジア太平洋侵略戦争に手を染めた権力犯罪者、戦争犯罪人がほぼ全員ですよ。7人の永久戦犯、処刑された人以外、ほぼ全員が
1950年代に復活してるんですよね。一時期、公職追放なんか 4,5 年されておとなしくしてましたけど、岸信介が48年に、菅の刑務所から命乞いしてですね、 CIA のスパイになるということで、命を助けられて、釈放されたと。児玉義雄にしても笹川良一にしてもですね、あるいは共同通信あるいは電通を作った満州国通信満州帝国通信社と里見はじめがなで、戦後は電通の初代社長になったというとんでもない、麻薬帝王と言われた人間ですね。そういうのが50年代にゾロ復活しちゃったんですよ。で、一方ドイツは50年代後半からいわゆる戦争犯罪人、ナチスの名のもとにですね、戦前ユダヤ人虐殺とかあるいは少数派の共産主義者とか社会主義者とかあるいはホームレスとか肉体精神の病気を持っている人だとかを徹底的に弾圧し犯罪に手を染めた人間が 何食わぬ顔して元の生活に戻っているということが50年代にもあったんですよね、ドイツでも。それでいわゆるユダヤ人のアウシュビッツの大虐殺なんかを知らない、若い人っていうのがどんどん増えているという中で、この前映画がありまして紹介しましたけど、顔のない、何でしたっけ、顔のない犯罪者たちかな。で、フランクフルトの若い検事、そして、アウシュビッツで、生き延びた検事総長、そしてジャーナリスト、そして、ユダヤ人の画家、二人の幼い女の子が虐殺されて、彼らが中心になって、隠れ、何事もなかったかのように戦後の市民生活を始めている、いわゆる一般戦争犯罪人を告発し逮捕し裁判にかけ始めたんですね。で、それをきっかけにして戦後ドイツがナチスの戦争犯罪をそのままにしておくのはまずいということで正面から向き合ったんですよね。だから日本は逆なんですよね。60年安保がありましたけど、60年安保で岸が退陣したってことでもうそれで打ち止めしちゃったんですね。という何の話でしたっけ。戦争犯罪ですね。城東郷さん、知人に安倍政権を批判すれば左翼と言われてしまいますと、自分的には左右なく安倍政権が怒りを感じるわけですが、どんな説得が必要です。だから左翼って言ったら、そりゃお前は極右ファシストだなって言い返せるんですよ。要するに、この今の時点で安倍自公政権を支持すると、あるいは批判する人を左翼と言って、批判する人っていうのはまさに彼らと同じ極右ファシストですよ。極右ファシストっていうのはまさに戦前のいわゆるアジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇そのものを肯定する人でしょう。あるいはナチスのヒトラーを肯定する人。だから安倍を肯定する人、あるいは安倍を批判する人を左翼と言って批判する人っていうのは、それでヒトラーも当然ながら支持するんですよね。ヒトラーのあの
戦争犯罪と昭和天皇の戦争犯罪と安倍の現在のいわゆる憲法を破壊し戦前の大日本帝国憲法に差し替えるというのを全部肯定する人ですから、それを全面的に批判すればいいんですよ。じゃああんたはあれでしょうと、在特会と同じような極右ファシストでしょうと。極右ファシストっていうのは日本では昭和天皇が免罪免責されたから あたかも正しいというような方向に持っていかれてるけど、まともなドイツ人というのはまさにあれを二度と、あの全体主義を二度と復活させないためにさまざまな手段を講じてるんだと。でその一つが憲法連邦憲法擁護局というのがあって、そこはもうナチス霊賛とかナチス党ナチス的な政党を作るのは禁止なんですよね。デモも禁止と。で罰則になると。それから時効なくて、ヒトラーのナチスに協力した戦争犯罪人は生きながられてるのは90何歳なんですけど、90何歳の高齢者を逮捕し裁判にかけるということを今でも連邦憲法擁護局というのがずっとやってるんですよね。その違いですよね。し、信介を首相にしたのは麻薬の帝王里見はじめか。そうですね、昭和通商、三菱とか三井とか大蔵商事とかっていうんですね。天皇メッセージ、米国による琉球諸島の軍事占領の継承継続を望むと象徴天皇制でいかに。だからおそらく昭和天皇っていうのは大日本帝国憲法はよく読んでるけど、日本国憲法はほとんど読んでないでしょ。だから自分には国事行為だけで国政に参加は禁止されてるってことを知らないんでしょ。だから宣伝と同じように自分が全部勝手にやってるわけですよ。勝手にマッカーサーと11回も面談し、マッカーサーが要するに、GHQ の占領が終わった後どこが日本の後見人として機能するんですかということに対して、マッカーサーは国連ですって言ったんですね。国連が毎日、日本に共産、主義者が放棄したり、あるいは共産国が侵略するといった場合は国連軍が防衛に当たりますというふうに言ったんですけど、国連ということは中にソ連がいる、あり、中国がいて、あるいは昭和天皇の戦争犯罪を徹底的に追及しろと主張したオーストラリアがあり、ニュージーランドがいるということで、昭和天皇にとっては国連というのは全然頼りにならないと。彼の希望というのは米軍が GHQ と同じように直接、天皇制を守ってほしいということで、11回も会談を重ねたんですけど、全然拉致が上がらないということで、彼はマッカーサーの頭ごなしに当時のダレスというダレス兄弟ですね、最悪の弟が CIA の長官で、ケネディ大統領暗殺の主犯でしょうね。そして兄がその当時は国務省の顧問だったんですけど、後に国務省の国務長官だったんですけど、彼と直接交渉し始めて、そして、共産主義に対して徹底的に防御策を取ってもらいたいと。そして、天皇制、自分の命と天皇制を守ってもらいたいと。こういう条件を飲んでくれれば、あなたたちは日本の領土どこでも自由にどれだけ長期間どれだけの大軍を駐留させても構いませんよという言質を与えたんですよね。でそれをもとにしてダレスは1952年の表向きのいわゆるサンフランシスコ講和条約ということで47カ国しか参加しなかった括弧付き日本の独立を盛大なセレモニー、サンフランシスコセレモニーでやって、
その日の夜、吉田首相だけ、引きずるようにして、脅迫して引きずるようにして、サンフランシスコ郊外の陸軍の士官食堂に彼を連れてって、60年安保に強制証明させたと。だから、サンフランシスコ講和条約には、5、6人全権が行って、全員が署名してますけど、日米安保、60年安保は吉田茂しか署名してないんですよね。ということですよ。戦前の天皇財閥が所有してた三菱財閥の株、昭和天皇が戦争狂になったわけ、及び書籍、天皇財閥、皇室による経済社会の構造から主要論点、ルイネットか。なるほど。あなたさん、コンティニューワンですね。あなたさんですね。ドイツ人と日本人の違いですね。で、ドイツがなぜ、若い検事が、戦争犯罪人を、追及し始めたかというと、これはドイツの連邦制ですよ。ドイツには22の連邦があるんですよね、州がね。で、それぞれに首相がいて、から検事局、検事がいて、裁判所があると。こういうことですよね。で、これが日本みたいに、検事が国、最高権、その下に、高等公権があって、その下に地方の検察があるという、中央集権的なあれだったら絶対こんなことできなかったですね。だからドイツの連邦制っていうのは非常に、いい制度ですよね。で、長くはそれぞれの州に通貨発行権を認めると。こういうことをすればいいんですよね。正統ユダヤ教徒にとってシオニストはナチと同じと、そういうことですね。正統ユダヤ教はイスラエル国家を認めないという。彼らこそが正当なパレスチナ人にずっと暮らしている正統ユダヤ人、正統ユダヤ教徒なんですね。動画、シカゴさん、ナチス後継国、イスラエル、ヒトラーがユダヤ人、ガザ侵攻、アンネの日記、アウシュビッツと。から、シロー、東郷さん、お茶ですね、コンティニコンですね。タルムードですね。これですよ。タルムードなんですよ。アシュケナージ。結局自分たちは神に選ばれた先民であると。先民以外の、自分たち以外は、いわゆるゴイム、家畜であって、何しようが、俺たちの勝手なんだと。こういう先民思想が全ての元凶ですから、至るところで衝突するんですよね。ユダヤ人がいるところは。いわゆるアシュケナージュ、ユダヤ人がいるところは。消費税増税の延期でなく、TPP や戦争法案の是非こそ最大の争点。あんな終戦後の黒塗り教科書みたいな資料で審議ができるわけがないとは、GHQ の懸念があったら。消費税は廃止ですよね。放送中ですね。シカゴさんですね。コンティニューコインですね。アイボニアさん配信中で、今日のメインテーマというか、一週間のあれですね。で、コンティニューコイン、山崎さん。あ、これはアルチュール・ランボさんですね。ということです。だから安倍政権を批判して、あんた左翼と言われたら、じゃあお前は極右ファシストで、在特会と全く同じでしょうと。排外主義者で、そして、ナチス・ヒトラーを霊賛し、昭和天皇の戦争責任はないと言ってる、そして安倍と全部連なってることを全部肯定してる人でしょうと。あなたは何を歴史を勉強してるのと。教科書にある歴史を丸暗記して洗脳されたんじゃないですかというふうに言えばいいんですよね。あ、天皇の戦争責任ですね。最初井上清さんね。追悼笑いの報道、原爆投下やむを得ないとよく言うよ。
安倍公邸批判者許さないなら TPP 売国、国民生活破壊者の売国度という、そうです、今更自公ファシスト政権安倍を支持するっていうのはまさに売国ですよね。だ、自分の頭で全然考えられない洗脳教育で自分の言葉、自分の頭で物事の良し悪しを判断できない、どうしようもない人間だというふうに正面切って言えばいいんじゃないですか。あんた何今まで勉強してんのと、自分の頭使って勉強したことあんのと、教科書とか先生とか偉い人とか NHK とか政府とか官僚御用学者が言ってきたことをそのまま鵜呑みにしてんじゃないのと、自分の言葉で自分の頭使って物事の真相を追求することをしたことないんじゃないですかというふうに言えばいいんじゃないですか。統一教会日本会議日本財団笹川良一、小玉義雄、岸信介、だこいつらあれですよね、結局はユダヤ人と同じように非差別部落民なんですよね。笹川良一にしろ岸信介は田伏ですから、田伏とユダヤっていうのは非差別なんです。小玉義雄もそうでしょ。ということです。あ、そこから EU。だから EU の財政規律っていうのを安倍晋三は全然知らないんですよね。だからメルケルにどうすれば説得できるかってバカなこと言ってるんですけど、メルケルは EU 各国が遵守すべき財政規律っていうのがあって、それは、ま、財政赤字単年度で GDP の 3% 以内と。そこから国の借金残高は GDP の 60% 以内っていう EU 各国が遵守すべき、財政規律があることを彼は一切知らないんですよね。日本はないんですよ。日本は財政赤字は毎年30兆40兆ですので GDP500 兆のこれ億円か、6から8パーなんですね。で、1085兆円の累積赤字っていうのはGDP の 217% ですから 60% 以内という EU の財政規律からするととんでもない、借金大国なんですよね、日本はね。だから EU がもしも日本が EU の一国メンバーであったならばギリシャ以上に危機的な状況だというふうにして大問題になったでしょうね。でギリシャと日本の違いは日本の借金の 95% は日本国民が負担してるんですよ。でギリシャの場合は海外の依存度が 74% ということで海外から取り付け騒ぎが起こってそれで大問題になったと。日本は日本国民が怒らなくちゃいけないんですけど日本国民は怒らないと。本当らしいということで大問題にならないんですよ。でこれだけの大借金をどうするのと、で全て国民の責任にすると。で最終的にはおそらく 4、5年以内に必ず来ると思われる世界大恐慌、金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争勃発の大混乱の中でチャラにするというのが今の支配層の考えでしょうね。アイボニーさん、マッカーサーの米国の事務所に日本の国宝級の美術品がゴロゴロ置いてあったのを見た日本人がいましたと。その中に天皇家の菊の紋章がついた灰皿もあったと。天皇が大切な日本の国宝を渡したんだろうが、天皇、そうでしょう。だから11回も面談するたびに国宝級の何かをお土産で持ってったんでしょう、マッカーサー懐柔したんですよね。日本人が朝鮮人に支配されるという証拠、田伏システム、これ朝鮮人と金融以外の日本、そうですよね。だから田伏システムっていうのはユダヤ支配とすごい似てるんですよね。タルムードっていうのはまさに自分たちが徹底的に差別されたとお湯根底があって、そこから逆に自分たちが神に選ばれてる先民だからこれほど迫害を受けるんだとということで、いつか自分たちが権力を握ったら仕返してやると
というのは彼らのハルマゲドンの神話であり、世界統一政府で絶対支配の世界を作るんだということをずっと何百年も継承している理由でしょうね。推奨本、福井日銀、そうですね、リチャード・ベルナーさん。この福井っていうのが、例のノーパンしゃぶしゃぶ、あれは日銀が日銀法を改正すると、日銀法を作ると。それまでは日銀法ってなかったんですよ。だから彼らは日本国憲法には書いてない日銀が紙幣を発行する権利があるなんていうどこにも書いてないことを法律を作らないとまずいということで、日銀法を1997年に、成立させると。その中で日銀が唯一紙幣の発行権を持っているというふうに出ちゃうんですね。で、それに頑強に反対してたのが当時の大蔵省なんですよ。ですからその大蔵省を潰すために彼らはノーパンしゃぶしゃぶのスキャンダルを流したんですね。大手マスコミ、検察、警察に。そして、大問題になって、で、その責任を持って、責任を取って、当時の日銀の大蔵次官出身の日銀の総裁、だって松野かな、が責任取って辞めたんですけど、その時の副総裁が福井なんですよ。福井本来だったらそこで辞めてもう終わりなんですけど、彼はその次早見、その次で日銀の総裁に返り咲いてるってのは一体どういうことなんですかね。もうベルナーさんが言ってるように、福井は日銀総裁30年前からもう決まってたという超エリートだということなので、ノーパンしゃぶしゃぶで責任を取って副総裁を辞任したあと、次の日銀総裁になってるってね、まさにやらせですよね、これね。日銀の理事が一人自殺しないんですよね。そうですね、日銀がリークしたんですよ。大蔵省接待事件。そこで徹底的に日銀の権力がそがれたと。そして1997年に戦後初めて日銀法っていうのを作ったんです。それまでは1943年に第二の帝国憲法の下で作られた日銀法しかなかったんですね。それはまずいということで、日銀法を作るために一番の抵抗勢力であった大蔵省を解体するということで、このスキャンダルを仕掛けたんですよ、日銀は。それで福井が責任を取って一度辞めるんですけど、次の次に復活するっていうのは一体普通の民間企業だとありえないですよね。スキャンダルで、辞職した、辞任した副社長が次の社長に復帰するなんてことはありえないですよね、民間企業では。でも日銀あるいは国家政府ではありえんですよね。リチャード・ベルナー氏の中央銀行陰謀論の恐るべき説得力という、そうですね、日銀の総裁のプリンスの条件は能力でなく忠誠心と。メルケルは保守政治家、安倍自公政権は海外政治家、もし常任理事国を増やすなら安倍自公日本となるメルケルドイツがふさわしいという砂ずきんさん。いや、常任理事国なんていうのは増やしっこないんですよ、彼らは。今のいわゆる核兵器を持ってる5大国でもう何メンバーが終わりと。常任理事国を増やすとか増やさないってことはありえないですね。だから今 の, にあの国連なんか 一度解体しなくちゃいけないんですよね。結局核兵器を持ち金融、支配力を持ってるユダヤ、ロシアで国際金融マフィアが牛耳ってるわけでしょ、今の国連を。
旧日銀法42年の45年間、日銀が根拠にしたいかさま紙幣発行権。驚くべきことですよね。戦後、日銀法がなくて、日銀が機能してたっていう。彼らは何の法的根拠を持って、45年間、機能してたんだと。これこそあれじゃないですか。最高裁判所長官が憲法違反として日銀を停止すべきなんですよ。あんたたち法的な根拠ないでしょ。ないじゃないですか。ということで、これが月曜日。それではこの中で、戦争とテロの犠牲者数を見れば、殺されるのは常に一般庶民であり、戦争とテロを煽り仕掛ける世界支配層は一人も死なないと。で、死者の数はすごいですよね。第一世界大戦1200万人、第二世界大戦ナチスヒットラー5000万から8000万から昭和天皇によるアジア太平洋侵略戦争5000万から日本空襲米国による200回以上ですよ。死者24万から100万で、この中に広島入ってないですよね。広島は意図的に避けたんですよ、原爆を投下するために。で、米国により広島長崎の原爆投下、広島約20万人が死んだと。直後に14万人で、被爆後5年間で、全部で、6万人で20万と。長崎は直後に9万人が即死で、その後5年間で、5万人で全部で14万と。だから朝鮮戦争50年から53年、戦死者全体で400万から500万と。北朝鮮側の死者250万、韓国が133万、大多数が一般市民と。ベトナム戦争60年から75年、戦死者820万、南ベトナムが335万、北ベトナムが478万、米軍ほか7万と。イラン・イラク戦争、これはアメリカが仕掛けたんですね。80年から88年、戦死者双方で100万。湾岸戦争、これもアメリカが仕掛けたんですね。90年から91年、10万から15万。だから米国によるアフガニスタン侵略戦争、2001年から現在も続いている。戦死者50万。イラク侵略戦争、2003年から現在も続いている。戦死者100万。だからイスラム国対米国有志連合、2013年から戦死者、シリア内戦ですでに50万と。だから米国同時テロ、2001年 9.11、死者3000人、負傷者5600人、パリ無差別テロ、去年11月13日、死者130名、負傷者300名、ブラッセル無差別テロ、3月22日、死者35人、負傷者300人。だから、テロと戦争で殺されるのはいつも一般市民と。それも膨大な数なんですね。軍事産業売上世界ナンバーワン、1、2企業であるロッキード・マーチン、ボーイング、ロシアド財閥とロックフェラー財閥の企業とっていう、そうですね。だからクリントン女子なんていうのは、このロッキード・マーチンから企業献金を、莫大な企業献金もらってるんですよ。だからメイサン・ロスチャイドは1815年、イギリス連合軍とナポレオン率いるフランス軍との戦いに出資して、当時の財産300万ドルをさらに2500倍の70億ドルに一気に増やすという、戦争によってこういう太ってきたのがロシアですよ。シカゴさん、リツイート。日銀が国民資産である紙幣を独占的にさせて金融機関に供給する法的根拠は日本国憲法のどこにも書かれてない。しかも唯一の法的根拠が日銀法が成立したのは1997年。旧日銀法ウィキ42年。まあ、これはさっき言いましたね。いかさま紙幣。それから火曜日、座右の銘の新しいやつですね。1から10。12か。マイケル・ジャクソンのマネーという95年の。すごいですね、彼ね。みんな金のためなら嘘も減っちゃら。
スパイもへっちゃら、殺したって OK。命さえ捧げると。それから、オーストラリアの小児科医の放射能障害に詳しいヘレン・カルディコット博士の2012年記者会見。これは福島の高線量地域で子供や妊婦、妊娠可能な年齢の女性を避難させないのは医学的犯罪だと。18歳未満の子供に超音波検査を実施したところ、約 40% の子供に甲状腺異常が見つかったことは、これ小児科の検知から見て極めて異常だと。で、国が費用を負担するのは重要なのに、弱い立場の人を守らず、東電、テプコを守るために予算を使っていると。だから、放射能を帯びた食品を食べることに対する規制がないとなるのは、これ医学的に非道徳だと。だからメディアには一般に知らせる責任があるんだけど、日本ではそうではないよと。まさに謀略機関なんですね。福島の事故は終わってないと。40年かけてきれいにするというのは不可能だと。これから300年、1000年、土地も人も食品も汚染されたままと。瓦礫の焼却は犯罪行為だと。こういうことですね。動画、マイクル・ジャクソン、マネーの歌詞、日本語、コンティニコンのスクール。お疲れ様です。いつもそばにいるよさんですね。若い方ですね。コンティニコン配信ありがとうございます。から、吉幸さんですね。コンティニコン。試合回数は戦争ではしないと。ただ権力争いがロックフェラーやジェフ・ケネディ・ジュニアは自己指導して庶民を巻き込まずに暴虐の限りで勝負して、どうかか。そうだよな、ね。いや、どっか、トップ同士が、どっかの固定かな、孤島かなんかでやればいいんですよね。一対一で。庶民を巻き込まないで。シカゴさん、アメリカが中東に化学兵器を輸出、クリントン氏はアメリカの国務長官だった時代に地域諸国の一部政権に対し、クリントン財団を支援した代わりに、大量の兵器を受領する許可を与えたって、すごいね。ここまでやるんですね。コンティニコールのスカルさんですね。いつもそばにいるよと。ということで、私のあれですね、大人は手遅れかもしれないのが、子供たちに伝えなければならないことがあるというのも、この中に入れたんですね。から安倍晋三とは何かという、去年5月28日に発表した詩ですね。安倍晋三はバカであると。安倍晋三は気違いであると。安倍晋三は反社会的人格破壊者であると。嘘つき常習者だと。常習者だと。無知の帝王であると。歴史修正主義者だと。極ファシストであると。憲法破壊者であると。これほどの悪はちょっといないですよね。それでヒトラーや安倍晋三のようなファシストの特徴っていうのを言ったんですね。国家の価値や政治経済体制をこの視点ではなく、全体主義の視点から組織して、一党独裁国家の創設を主張し、議会制民主主義を認めないと。文化は国家によって創造され、個人に与えるものと考え、個人主義を否定すると。国家に同化しない異なった文化や民族の自治を認めず、敵視すると。暴力と戦争を国家の再生や精神や活力の創造行動とみなし、国家の強さを保つために暴力は戦争を厭わない。ファシストは政府やファシスト運動への反対を禁止し、抑圧すると。ファシストは自己の目的を絶対とするための手段を選ばないと。だからヒットラーや安倍晋三のようなサイコパス、人格破壊者の特徴、社会的ルールに従うことができないと。人はだまし、操作しようとすると。衝動的で計画性がないと。カットになりやすく攻撃的だと。自分や他人の身の安全をまた考えないと。一貫して無責任。誰かを傷つけたり、嘘をついても良心の呵責を感じないと。もともと良心ないから、良心の呵責ってのは、呵責ってのは感じないですね。それから最後、高森の言葉、子孫に美伝を残さないと。それから、ドイツ連邦共和国憲法、ボン基本法の第一条いいですね、これね。人間の尊厳は不可侵だと。これを尊重し、かつ保護することは、すべての国家権力の義務である。これはいいですね。日本の憲法1条から9条が、8条が、天皇制だと、雲泥の差ですね、これね。だから21条に、
抵抗感というのを設けてますね。20条の第4項、すべてのドイツ人はこの秩序を排除することを基とする何人に対してもその他の救済処置を用いることは不可能な場合には抵抗する権利を要するという、国民の自然権として与えられている抵抗権、革命権、反乱権を憲法の中に入れたんですね。これね、本基本法第20条の第4項です。からそして水曜日日本語放送の中で、水曜日で、第4回目のワイワイニュースネット調査、世論調査の結果、昭和天皇の戦争責任があるかないかということで、ないが 17%、 あるが 83%、 全部で64名ですね。ツイッター61プラスメールが3名ということですね。それと日本の最新情報、これは普通日後ですね、水曜日で、最新情報でネット世論調査1回から4回の報告をしたんですね。1、2、3、4、第1回目が安倍政権支持するかしないかで 97% が支持しないと、 3% しか支持しないと、支持する人が 3%、 しないが97%、全体で、421回答ですよね。から2回目が日本のマスコミは報道機関か暴力機関かと、で報道機関が 12%、暴力機関が 88% だ。3回目、首相に衆議院の解散権があるかないかと。あるが 20%、ないが 80% ですね。で、4回目、昭和天皇に戦争責任があるかないかと。ないが 17%、あるが 83%。そして、今日始めたのが、アベノミクスは、デフレ不況を克服のための政策であると。1。で、2。アベノミクスは、デフレ不況克服をの名のもとの国民資産の横領クーデターだと。どちらでしょうということですね。それから 2つ目、日本の税収の使い道ですね。これをフランス語放送の中で言ったというですね。全部の国と地方の税収のうち 55.5% が460万人の世界最高の報酬、地位、年金、退職金のために使われてますよと。そして 26.9% が1085兆円の国の借金を銀行に支払うために国債費として使われてて、残るのは 17.6%、 15.7 兆円しかないと。当然ながら財政が不足するんで、赤字財政、赤字国債を年間30兆、40兆、歴代自民党政権は積み重ねているという事実を日本国民も知らないし、世界の人は誰も知らないですよね。ということと、そこから現在、3月31日時点で1085兆円の国の借金残高になっています。これは EU の、さっき言いましたように、財政規律からすれば EU が60兆ですから、500兆の GDP とすると300兆なんですね。それが1085兆円もなっているということで、先ほど言いましたように、もしも日本が EU の一国ですから、ギリシャに次いで、借金大国、大問題になると。大問題は何なんですね。国民が知らないと。知ったとしてもどうしていいか分からないと。それと 95% の借金が国民が負担しているから、海外からの取り付け騒ぎがないから問題化しないとですね。で、そのために毎年 23.4 兆円もの税金を使っていると。それから日本の千円札の表と裏には1ドル札の裏と同じようにフリーメイソン、イルミナティのメッセージが刷り込まれていると。例の野口英世の左目が異常に拡大されていると。これはホルスの目だろうと。1ドル札の裏側にあるフリーメイソンのシンボルマークの人間の左目、お前たちを監視していると。すべて見通していると。ということと、それから富士山の逆さ富士が、富士山ではなくて、
ドイツのアララト山だと。アララト山というのはノアの箱舟が旧約聖書の伝説では全くの大嘘ですけど漂着して人類が生き延びたノアの戒律を神から啓示されたということをメッセージとして千円札の裏にすり込んですねということです。そして木曜日、これは、ワイワイニュースライブ、このニュースライブとか、あるいはワイワイニュースブログ、夜直しテレビとか、夜直しブログを読む12のメリットということで、まあ、これはちょっと自己宣伝にもなりますけど、1、政府や官僚やマスコミや学者や評論家の嘘が暴露されると。世の中の本当の動きが分かると。で世の中の本当の動きが分かると、世の中がどのように誘導されているかが分かると。で自分の家族と知人友人の生命と命と財産を守ることができるとですね。だから世の中の動きなり真実事実を知るってことは恐ろしいことなんですけど、でも知らないで、結局テロとか戦争とか金融恐慌に誘導される方がよっぽど怖いですよね。から政府や官僚やマスコミや学者や評論家が隠すタブーが暴かれると。タブーないですから、ワイワイの世代で。世の中の支配と搾取の構造が分かる。この世の中の支配と搾取の構造が分かると、その基本構造の急所が分かるんですね。急所は何かというと、いわゆる金融支配の力の源泉である3つの信用創造特権と、地方銀行の紙幣発行権。から民間銀行の無からお金を作り出す準備預金制度、そして政府の国債発行、この3つを市民革命政権を樹立してすぐさまこの3つの信用創造特権を剥奪して、中央銀行日銀を国有化し、すべての権限を国会に移す、国民化するということですね。そしておそらく、500兆円の GDP の例えば毎年 5%、 25兆円は国民のために日銀が円を刷って25兆円を財源として供出するということは可能だと思うんですね。でアベノミクスは300兆円を3年間毎年100兆円をすりに刷ってすべて金融機関に渡したと。で金融機関はそれを金融商品に投機し、株とか債券とか国債とか、あるいは世界のいわゆる投機資金として流すんですね。だから実体経済が良くなるはずはないと。だから GDP が下がっちゃうんですね。そうではなくて国民のために使うと。そして緊急事態、例えば福島第一原発事故が収束しないという中で毎日、放射能被曝され放射能汚染にさらされて200万人プラスアルファの福島県の住民を全員、安全なところに移して、生活を再建してもらうと。そのために50兆円必要だったら、この信用創造特権、信用創造、日銀が50兆円の円を刷って、その財源に充てると。これは二つ目が、いわゆる三つの福島第一原発の原子炉の三つ、それぞれ90トンの核燃料がメルトダウン、メルトツルー、メルトアウトして地中に潜っちゃってると。そして地下水と触れて、今でも膨大な放射性物質が地下水を汚染し、空中を汚染し、結局土地環境を汚染しているということに対して誰も何も言わないとこういうことなんですね。ですから、余生自身とか週刊プレイボーイが特集を組んで、今でも線量が高いところがたくさんあるということは、一体原因は何かというと、そうなんです。メルトダウン、メルトスルー、メルトアウトした核燃料が依然として、
地下水と接触して大量の放射性物質を汚染し出し続けている。だから太平洋も汚染し続けられているから、2020年の日本東京オリンピックなんか開けるはずないんですよね。だからそのために世界の英知を集めて完全封じ込めするための技術開発のために、例えば50兆円必要だったら50兆円吸ってその財源にすると。それとベーシックインカムに、私が提案しているのは憲法第25条健康で最低限の生活を保障すると。現在の憲法はただ脳書き言っただけで何の具体的な数値目標もないから、歴代自民党政権というのは完全に無視してるわけですよね。で、憲法違反だと言って訴えても最高裁は却下する、棄却するということを繰り返してきたんですけど、我々の来るべき望む、我々が望む市民革命政権では、それぞれの憲法の条項に具体的な数値目標を与えると、それと罰則規定を与えるということなんですね。ですから、まあ、今の段階だと最低限の生活に月15万、そして文化的な生活、健康的な生活で5万で、20万、年間240万が憲法第25条の生存権の具体的な生活保障費だと思うんですね。で、年間240万円に届かない人たちはその差額をベーシックインカムで供給するということで、まあ、3000万人で全員が240万だとすると72兆円なんですね。でも全員がゼロってことはないんで、おそらくまあ50兆円ぐらい。それと18歳未満の未成年者に対しては例外なく月5万、年間60万円の子ども手当給付を与えるということだと、2500万人の60で15兆円。だから65兆円ぐらいあればできるんですよね。そうすれば自殺もなくなるし、貧困もなくなるし、憲法が保障する、25条が保障する健康で最低限の文化的生活が日本国民に、現実化するということですよね。それから、まあ、日曜日は英日語放送なんで生きた英語が学べると。だから水曜日は普通日語放送なんで生きたフランス語が学べると。で、国際放送を視聴すれば、やはり日本は島国なんですね。島国の壁、日本語の壁を打ち破られると。だからテーマ、取り上げるテーマが政治、経済、金融、生活、宗教、音楽など非常に幅が広いんで、ね、このことをテーマにして、できるだけ草の根勉強会をそれぞれ の人たちが地域で開催していただきたいと。それから親子で視聴すれば家族勉強会が開けるということですね。そして、最後に NHK の受信料年間2万5000円や全国紙の定期購読料年間5万円と比べると、彼らは情報機関じゃなくて、報道機関じゃなくて、世論誘導目的の謀略機関であるという。彼らに対して、2万5000円とか5万円払う必要全然ないんですよね。そうじゃなくて、私の YY ニュースライブとか YY ニュースの財政援助として、まあ、定期購読という形で毎月月払いだと500円、年間だと5000円で、財政援助をしていただく方がよっぽど有益だし、ためになると。 NHK の受信料を払ってそれで NHK 批判してもしょうがないよね。 NHK 批判するんだったらもう受信料は払わないと。だから全国紙の定期購読はやめるということをぜひしてもらいたいですよね。それから金曜日の日本語放送、私が投資する
世界支配階級と権力犯罪の基本構造とは一体何かということで、でこれはそうですね、放送の時は時間がなくて十分ちょっと説明できなかったんですけど、翌日のブログ記事には補足説明してるんですね。で米国には外務省はないんですよ。あるのは国務省なんですね。ステートオブデパートメントって言うんですね。外務省というのはないんですよ、アメリカは。で米国にとって外国との関係は国際問題ではなくて、あくまでも国内問題なんですね。だから国務省なんですよ。ですなわち米国支配層には外国との対等な立場で利害を調整するという本来の意味の外交はもともと存在しないと。米国支配層にとっての外国っていうのは米国の利益にとって 100% 有益な国なのかどうか、どっちらしかないと。で有益な国の場合は買収した外国のまあエリートですね、政治家や官僚や財界人やマスコミを使って米国の利益を最優先にする政策を行わさせると。でその典型が日本や韓国なんですね。で、米国の利益にかなわない場合、米国の意向に反対するものや批判的なものや非協力なものをターゲットにして、まずスキャンダルを仕掛けると、あるいはそれでもダメだったら暗殺すると、あるいはそれでもダメだったらクーデターを起こして政府自体を抹殺するというのが彼らがやってきたことなんですね。で例えば日本の場合、日の丸資源外交や米国より先に中国との国交正常化を実現した田中角栄さんがキッシンジャーによってロッキード事件のスキャンダルを仕掛けられて抹殺されたと。あるいは73年にチリの合法的な政権、社会主義政権のアジェンデ大統領がキッシンジャーと、から CIA と、からピノシェット、チリ極右軍人らのクーデターによって殺されたと。あるいはキューバのフィデロ・カストロが CIA に、これすごいですね、638回も暗殺を仕掛けられたと。よく生きてましたねっていうことですね。で、外国に米国の利益を最優先で実行させるための表の顔が国務省なんですね。で裏の顔は試合なんだね。だメダルの表と裏と。で、イギリスも全く同じ構造で、イギリスはまあ外務省っていう名前ですけど、同じなんですね。自国の利益を最優先すると。で、表が英国の外務省だったら、裏は試合の代わりに、英国、王室直轄の MI6007 があるんだと。それで現在世界中で急速に拡大している貧困と格差、テロと内戦は個々バラバラに起こっているのではなくて、世界支配階級という目に見えない基地外勢力が世界統一政府樹立に向けて世界絶対支配を目的にして、世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争勃発に向けて意図的に仕掛けている。我々は見通さないといけないと、投資しなきゃいけないと。それで世界支配階級といったら何かというと、主体はユダヤ国際金融マフィア銀行家、それと英仏軍産複合体プラスフランス、英国フランス買収エリート。この買収エリートとは誰かというと、これは政治家、過去の政治家、官僚、経営者、学者、マスコミ、評論家、シンクタンク、市民運動体、右翼暴力団、彼らが買収するんですね。から2番目が米の軍産複合体、ネオコン戦争派、プラスアメリカの買収エリート、政治家、官僚、それと CIA、プラスアメリカ、NATO 軍の特殊部隊だ。それから1番目に英仏軍の特殊部隊なんですね。から3番目、イスラエルシオニスト、ユダヤ教タルムード先民派、プラスイスラエル買収エリート、プラスモサド、プラスイスラエル特殊部隊。4番目、サウジアラビアの金持ち産油国、王族、プラスサウジアラビア情報機関、プラスサウジアラビア特殊部隊。こいつらが世界支配階級を構成していると。そして、4つの層に分かれている権力犯罪の基本構造というのがあって、一番奥に隠れて姿を現さないのが本当の権力犯罪者、
で最高司令部を構成してるんですね。この世界支配階級が最高司令部を構成していると。で B が奥の院の命令に従って権力犯罪を企画立案実行部隊に命令するもの地域司令部で、 C が権力犯罪の実行部隊の司令官現場司令部で、 D が権力犯罪を実行する部隊テロリストと兵士、こういう構造になっていますね。ということで今日の放送はこれで終わりですね。75分35秒、閲覧69名様、計256名様、コメント63件。シカゴさん、第3次世界大戦をフリーメイソン最高幹部計画、シオニストとアラブ人と内なるイルミナティスパイが起こす計画進行中とアルバート・パイクの世界捜査会、捜査計画と。そうですね。日本のメディアを支配する電通がパナマ文書暴露、タクスヘイブンで税金逃れ知った日本の大企業とは文書に電通の名前という意図。当然電通やってんじゃない。米国は裏で約束している700万人のアシケナーディが支配していると。村井さてさん。700万人ですかね、アシケナーディ。全部で1350万人ぐらい、世界中にユダヤ人という人がいますけど、700万人、そのうち700万人がアシュケナージ。あ、シカゴさん、被爆に弱い子供たちに強制被爆。福島県立双葉未来学園女高生美化委員会が強制参加、放射能の汚された福島国道6号線清掃活動が美談でいいのかという週刊プレート、ひどいね。美談にしちゃうんですね。女性自身について週刊プレイボールの調査でも判明、影響否定の週刊新潮は原発のあの広告付けと、リテラ。もう犯罪ですよね、ここまで来るとね。アベノミクスはデフレ不況対策なのか、国民資産横領クーデターなのかと、今日の第5回目ですね、シカゴさんがリツイートしてくれましたね、ありがとうございます。クロスオーナーシップ禁止がない日本メディアの世論調査は世論誘導操作ということですね。小泉首相がマッキンゼー電通から劇場型選挙でビーソーを統制した手法は安倍政権大阪維新に受け継がれていると。だからマッキンゼーがそうなんですね。特に大阪なんていうのはもうマッキンゼー漬けですよ。はばかることなかれと。菅政権も最低の政権だと思った、野田政権に偽りもっとひどい政権になったと思う、そして安倍政権に偽り史上最悪の政権と。そうですね。だから菅がひどくなって、野田がもう最悪になって、そして、安倍の超最悪政権の追払いをしてやった、この2人は。そういうことでしょう。カルディコット博士、福島では犯罪的非道的なことが起こる。そうですね。あ、これ田中隆作さんじゃないですね。子供を守るとカウディコット博士と。福島では犯罪的でひどい的なことが行われていると。コンティニューコーナーお疲れ様です。ですね。マイケル・ジャクソン。はい。ということで、今日の、シロー・統合さん、パチパチパチですね。チーム9117です。ピンシェットは試合の全面的な支援と無肉出た。ですね。シロー・ナガスさんです。アジェンダ政権を倒したと。だからキッシンジャーってもう 100歳近いですけど、この前プーチンに会いに行ったとかっていう、何なんだろうね、こいつらね。ブレジンスキーにしてもね、なんで100歳近くまで権力を握っちゃってんの。世界最高の医療のバックアップがあるからですね。お疲れ様でしたってことで、ということで今日79分18秒、閲覧67名様、スタッフは一流、安倍晋三を侮るのと。お疲れ様でしたとですね。閲覧66名様、計280名様。だから安倍晋三はバカだということで侮ってはいけないと。彼の周りにはかっこつき優秀などうしようもないエリートたちが集まってるんでしょうね。 K さんお疲れ様でしたということです。
ということで今日の放送はこれで終わりです。今日7時から英日語放送をしますので、もしよろしければ合流してください。ということで、お疲れ様でした。終わりです。